はい、白いチームソラさん対黒いチームアイラさん。おお、あんたでしょ。おお、一緒、あ、一緒ですかね。そうなんですよ。一緒ってアイラさん置いてきたらダーカー写真。はい、はい、またフェリットが来たり。さあ、お互いビーゴマはね、見る前に考えながらのスタートなんで。はいはい、そうですね。まだ5分かなといったところですね。ソラさんが先行取れてないのはね、ちょっと気になりますね。うん、おお、ここで引きのルキが。なるほど、まあ、次のターンはおそらくアズリルが出てくる、うん、と予想しての、ね、これかなりダメージありますか、ね、そうですね、僕はアズを置きづらいですね。1人が引いてきた。やっぱ170のコストを下がってるやつだと。おっ、ここはアズ温存、温存しベッドとダダメージを抑えますね。そうですね、さすがに痛すぎると思うでしょうね。おっ、これね、今置いたら下に出るとめっちゃ強いですよね。はい、まあ、2分1ですからね。はい、僕はまだ、しっかりと強いタイミングで置くと、はい、いいですね。こっちがどこに召喚されるのか。こっち、あ、いいですね。これも我慢する。さあ、このタイミングで、もしクリルを置くと、はい、かなり返しづらいところに出てきます。さあ、ここまで惜しい。ここはささやきを置きたかったんですかね。またなんかソラさんにいい入会ですね。おっと、ここでソラさんのアーファリーの選択。ここに来た。よいしょ、いない。さあ、しっかり、罠のダメージを変えてみました。はい、おっと、おこれ引いてきたらバイス。さあ、結構手元に軽くありますね。おっと、動画クリップの選択。さあ、これはかなり返せづらい。おっと、こうやってきたの。そこがちょっと嫌なとこ出ちゃいましたね。そうですね。今のうちだって。このポッチが落ちてきた。このポッチ、うん、ポッチ、うん、おっ、あー、そうですね。ポッチを、そしてルキアで時短デモロック。いや、いいですね。ここで冷静なバイセル。しかも HP がそこから出てるんで、まあ OK、 ずれます。そこそこダメージ出ますね。うっ、さあ HP が HP が一番出てきましたね。出てますので、さあ、ソラさんも手元に火力がかなり溜まっています。来ましたね。繋げるか。もうソラさん、このターン、そして次のターンまで見据えたところでの R 配置。さあ、ただ4枚返しがあるので、そう、ここで引いてくるのが4枚返し。これフィニッシャーが今のところどうですかね。これないですね。安定当選に組むほどではないか。そしてサリーを使っていく。まあ、でもこれで削れますからね。さあ、敵専用ビーバスさん出現しますが、さあ、残り HP 5,000円。あっと、これは、さあ、これはここはどこにもフィッシュがいく。これは強い。捨ててくるか。ただ、これは一番目もじゃないので、まだ終わりない。わかりやすい。さあ、ここで引いてくるのは、あー、あー、ダメージが前提いけない。ここでドヒドクがきついか。それでもな、おイベントを選択せざるを得ないか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なるべくコンボ動作を潰しての設置ですが、さあ、3番の火薬を耐えるのは、いやー、そうですね。そして、順調なのは